はい、というわけでやっていきましょう。よいしょ。だいぶ秋は臭くなりますね、水路が。何か取れるでしょうか。やば、沼エビばっかりいるんちゃいます。お、よしのぼりだ。生まれたてのよしのぼりでしょうか。だいたい2センチぐらいですね。川よしのぼりかな。なんかちょっと草刈りされたんでしょうね。なんかなかなか、おー、よしのぼりがいっぱい取れるね。こちらもよしのぼりですね。あ、このよしのぼりはですね、尾の付け根がちょっとオレンジ色になってますね。おー、ちょっと横向いてほしいよ、よしのぼりくん。ちょっと尾の付け根がね、ほら若干オレンジ色になってるんで、もしかして大見ヨシノボリなのか、それかちょっと交雑個体かもしれませんね。さあやっていきましょう。ん？なんか今いたぞ。よいしょ、どうでしょうかと。おお、なんかヨシノボリが今回たくさん取れるね。で、ちょっと大きめのヨシノボリ。またしてもヨシノボリが取れましたね。そして沼エビちゃんですね。動きがね、可愛らしいですね。沼エビキュン。この辺り。頼む。うわ、鳥の糞。お。タモティン。タモティンやんけ。あ、タモロコですね。ほんとこの時期はね、もう 3,4 センチぐらいのタモロコがね、たくさんいますね。そこら中もう 泳いでますもん、タモロコが。なぜかせき止められてるポイントがありやすね。なんかどうした急に。何があった。なぜかせき止められてるエリアがあるけど、ここら辺どうや。おい、やっば、ちょっと待って、でかいの取れたよこれ。で、もうよしのぼり祭りやんけ今日。いや、よしのぼりの中ではだいぶ大きいね、よしのぼりが取れましたね。君は何よしのぼりなんだい。なんか東よしのぼりあたりぐらいかな。この中いっぱいいたいけどな。いいのけ、出てきてくれ俺のために。ええちょっとやば、えすっぽん、いやまさかのすっぽん。うわやっば、うわやっば、うわっば、うわっば、すっぽんやん。えやばこれ、ちょっと待って、ええまさかのすっぽん、いやまさかの、うわすっぽんだ。食われる、噛まれるこれ。うわやば、俺すっぽんだ、すっぽん来た、やば、ちょっと待って、すっぽんじゃねえかこれ。え、すご、あ、すっぽん、すっぽん、うわ
噛まれる、これ大丈夫、生きてる俺。うわどっちょ、これ正面持ったら噛まれんねんな、これスポンって。初めてスポン網に入れたわ。やばこれスポンだ、これわー、スポン、これ、あ、ちょっと爪が硬え、こいつ、これ爪が硬えわ。うわスポン、スポンだ、わあスポン、あああああああ、ごめん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 、思った以上にそんな首曲がんの、君ちょっとごめんごめんごめん、マジで、え、スポンだ、スポン、え、そこの後ろぐらい持つのがいいんか、いやびっくりした、これスポン噛まれたろ、うわすごスポンだ、スポン、怖っ、噛まれたら俺の指終わるかな、これスポンっすね、わあスポンだ、怖っスポン、うわあ、ふにふにしてるスポン、いやまさかの、これ実は初ゲット、実は初ゲット、なんかちょいちょいさ見てはいるけど捕まえたのは初めてですね、スッポン、いった、爪いた、スッポン爪いたよ、これ持つ場所によっちゃさ噛まれるしな、ゾウさん、スッポンゲットですね。お前もいたんか、この水路に。何でもいるな、ここ。怖いね。どう思うや。スッポン。はい、スッポンですね。怖っ。鼻がおもろいね、スッポンは。で、これ、互いにさ、ビビり合ってんのやろな。捕まえた本人ですらビビってるし、スッポンもちょっとこう、警戒しつつこっちを睨んでるような感じ。互いにビビり合ってる。で、そろそろ、こう攻め込んで、指を噛まれそうやね、俺。大丈夫？俺。スッポン。まあ、スッポンとはね、ここでお別れしておきましょう。普通に指噛まれそうなんでね。バイバイスッポン。おもれー、ここの水路。ほんと何でもいるやんけ。